プロフェッショナルスポーツとはスポーツをする能力が高く、それにより報酬を得ているプロフェッショナル選手やその指導者などで構成されたスポーツスポーツ組織のこと、プロスポーツと略されることが多い。プロフェッショナルスポーツはアマチュアスポーツに対する概念である。歴史的にはスポーツのアマチュアリズムはプロフェッショナルに対応して成立した。 18世紀頃のスポーツはパトロンである、封建貴族によるパトロンスポーツであった。その後、19世紀中頃までブルジョアジーを中心とする、賞金スポーツが一般化した。賞金スポーツの一般化によって、賞金を目当てとする労働者が続々と大会に参加するようになり、次第にプロ化していった。資本家階級はスポーツを貴族階級のためものから解放したが、 一方で、プロ化によって、好成績を奪われるようになったために、自らの階級でスポーツを独占するようになり、これがアマチュアリズムの起源にもなっているとされる。資本家階級は、スポーツの大会の運営主体となっており、スポーツの大会に労働者が参加して敗北することは、階級の名誉に関わると考えられたことが、背景にある。 世界初の成分化されたアマチュア規定は1866年の第1回全英陸上競技選手権大会とされている。第1回全英陸上競技選手権大会の参加者資格では、かつて賞金目当てにプロフェッショナルと競技した者、生活費を得るために競技間を問わずスポーツ指導を行った者、手元の訓練を必要する職業あるいは雇用者である、機械工や職工、 労働者などはアマチュアと認めないというものであった。その後、1880年全英陸上競技連盟は激論の末に参加者資格から機械校や職工労働者などはアマチュアと認めないという規定を削除した。次第に参加者規定からは露骨な階級規定や身分規定は廃止されたが、 衛英返礼レガッタ委員会のように1937年の改正まで削除されなかった例もある。1860年代からイギリスで国内の各種競技団体が成立するとヨーロッパでも国内組織が結成されるようになり、1881年には体操の国際競技連盟が設立されるなど国際団体も設立されるようになった。19世紀末、ピエールド・クーベルタンが 近代オリンピックを提唱した時古代オリンピックで衰退の原因ともなった買収などが問題視された。クーベルタンは1894年1月15日付で各国のスポーツ関係者や政治家などに会場を送付したが、そこではアマチュア概念の問題、違反した場合の資格剥奪と回復、アマチュアに関して各種競技館にある際の取り扱いなどが懸案事項とされていた。 1> 第1回オリンピックではアマチュア規定は明確にはなっておらず、第2回オリンピックでは多額の賞金も支払われた。1901年、第4回国際オリンピック委員会総会で初めてアマチュア規定が制定された。1970年代、各競技の国際競技連盟はますます資金が必要となり、企業側からもスポーツを市場や 広告の場として活用する動きが強まった。1974年、オリンピック検証からアマチュアの表現が削られて参加資格に変更された。さらに1981年には国際オリンピック委員会では参加資格を定めず各競技の国際競技連盟に委ねることになった。オリンピックに先立って1968年には テニスのウィンブルドン選手権が賞金制を採用した。また、1982年、国際陸連が出演料を認めることとした。アメリカ主大スポーツとされるものにアメリカンフットボール、野球、バスケットボール、アイスホッケーが、多数の国にはプロサッカーリーグがあり、また個人で行われるプロスポーツとしては、ボクシングやテニス、ゴルフなどがある。 これらは企業の広告戦略によってスター選手及びその関連団体に巨額の利益をもたらす一大産業に成長した。日本国内ではプロスポーツクラブに対して親会社による決損金補填などを広告宣伝費として扱い税務上の優遇措置を受けることができるようになっている。感染するスポーツとして年齢に関係なく国民に親しまれ スポーツ全体の振興に貢献している。プロスポーツ選手になる方法によって以下のように類型化される。ありがとうございます。